名古屋第二環状自動車道は中日本高速道路株式会社が管理している名古屋市外園を回る高速道路で名古屋環状二号線の専用部の一部である。略称は名二環。なお、第一環状自動車道に相当するのは名古屋高速都心環状線である。高速道路ナンバリングによる路線番号は 環状高速道路を意味する C に加え、名古屋高速都心環状線との整合性を踏まえて C2 が割り振られている。また、全線が大都市近郊区間の料金水準である。明に環は視線を除いて、全線国道302号と並行する。左側の明に環に対して、右側の国道302号は混雑している。 信号待機がない名二環は国道302号と比べて環状道路の機能を効率的に発揮する。名古屋第二環状自動車道は名古屋市外周部に建設された環状の高速自動車国道である。全線にわたって一般国道302号と並行する。名古屋県環状自動車専用道路と位置づけられており南部。 海上部区間を含めて、総延長 66.2km の環状道路として共用されている。なお、環状道路に期待される機能とは、分散導入機能、都心部に、奇襲点を持たない通過交通のバイパス機能、非常時の迂回機能の3機能を発揮することにより、都心部の交通流動を円滑にすることである。大規模な環状道路において、 これらを効率よく機能させるためには、自動車専用道路が必要不可欠であるという観点から、名古屋環状2号線は、一般道路と自動車専用道路を組み合わせた構造となっている。九百八十八年三月の開通当初は、東面藩自動車道を称したが、二千十一年三月の名古屋南 JCT、高張 JCT 間の開業を機に、 現行名称に変更された。なお、法令上の正式な路線名は、名古屋南 JCT を起点に、名古屋西 JCT 経由伊勢関インターチェンジまでが、近畿自動車道名古屋亀山線であり、この点では、名二館と東名阪自動車道は、現在も一体的に扱われている。ただし、名古屋西 JCT 飛島 JCT 間は、 近畿自動車道伊勢線となっている。道路構造例における種別は第2種であり、最高速度が時速 60km に規制されている。方向案内は外回り、内回りと通称する。時計回りが外回り、反時計回りが内回りである。明二間は、透明高速道路をはじめとする他の高速道路と異なる点が多い。 インター形式は、入り口と出口を一つずつしか持たない、ハーフダイヤモンド型が主流。入り口で料金を徴収して、出口は、フリー、インターチェンジ間隔は、平均約 2km と、透明高速の5分の1の短さとなっていることに、加え、環状道路であるために接続する道路が多岐に、渡るという特徴を持っている。名に関は、 日本道路公団によって建設されたが、当時の道公団はここまで徹底した都市型高速道路を手掛けたことはなく、建設にあたっては類似の首都高速や名古屋高速を模範とした。結果、標識等のデザインは公団仕様としながらも料金所の構造や一般道路との連結箇所など多くの点で都市型高速道路の様相を示すことになった。名に関は、 東名高速や伊勢湾岸自動車道と同じ NEXCO の管理路線でありながら料金制度及び支払い方式が異なるため、それらの高速道路と接続するジャンクションまたはインターチェンジでは、たとえ乗り継ぎの場合でも料金書を通らなくてはならない。その際は投資料金ではなく、それまでの料金計算を打ち切って新たな通行料金が発生することになる。 なお、全線回数に合わせて、料金制度が変更され、それまでの均一料金制から、大距離制となった。国土開発幹線自動車道建設法による、高速自動車国道法による、名2貫に所属しないものの、名古屋南 JCT の伊勢湾岸自動車道から名に、貫入り口を連絡する、ランプウェイも高速名古屋環状2号線を称する。 この場合の路線名は下記の通りである。短いトリップと長いトリップの交通を分離するために、都心部では都市高速が建設され、長いトリップの交通は名古屋高速に収容することとした。こうして長いトリップと短いトリップの交通が同一平面街路で混合することを回避している。画像は、 国道41号上に建設された名古屋高速1号、楠の木線。名に関は、環状道路の機能を発揮して都市部の交通機能を維持する役割を担うが、この点は、東京外環自動車道と同様の役回りである。人口が密集する都市部には、共通する自動車交通の流れがあって、それは大まかに3タイプに分類される。一つ目は、 都市内を移動する交通で、比較的短い移動距離の交通。二つ目は、都心とその周辺を取り巻く、地方都市間を行き来する交通で、比較的長い距離の交通。これは、郊外から都市にへ通勤する車や、都心の商業施設に、荷物、衣類、食料品などを届ける交通などが該当する。三つ目は、郊外から出発して、 別の郊外に向かう交通で、郊外同士を結ぶ道路が都心を貫通しているために、やむなく都心部を通過する交通で、これを通過交通と呼ぶ。この3タイプの交通が1つの道路に集中したとき、容量超過により渋滞が発生する。よって3タイプの交通を混合させないことが都市部の渋滞回避につながることがわかる。 大都市の道路の特徴の一つに、主要な道路は大都市部を起点として、地方を結んでいることが挙げられる。名古屋市の場合、東西を貫通する国道一号や国道二十三号の例外はあっても、その他の道路は概ね名古屋市を起点としている。このことは、地方から名古屋市に向けての交通網が整備されていることの裏返しとして、地方間の移動において、 名古屋市を通過する必要があることを示している。さらに都心への道路の集中は都市部の交通混雑も招いた。先に市内相互間の短いトリップの交通と地方から名古屋市に流入してくる長いトリップの交通があることは記述したが、そこに名古屋市に全く用がない地方間直結の通過交通が通ることで、 都心部において無用な渋滞が発生する。この通過交通の悪兵を際立たせる出来事として、東京における首都高速の事例がある。お盆における長期連休中や1989年2月の昭和天皇の体操の例の期間中、全交通量の約1割程度が減少したことで、首都高速の慢性的な渋滞が解消したが、1割、 減少した交通とは通過交通と目されている。つまり、通過交通を排除することが、都心の渋滞緩和に大きく資することがわかる。名古屋市の場合、流入する交通の4割は通過交通と言われ、ただでさえ多い都心部の渋滞をより深刻なものとしている。名古屋市をはじめとした、中部圏が、東京。 大阪と大きく異なるのは、移動における自動車への依存度が飛び抜けて高いことで、この状況が都市圏内の渋滞箇所の多発を招いている。このことから名古屋市では3タイプの交通を混合させない方策として、長いトリップの交通については、名古屋高速を建設の上、そこへ誘導することで、短いトリップの交通と分離することとした。一方、 通貨交通については、名古屋市外園に、環状道路を建設することで、環状道路経由の迂回によって都心部流入を、遮断の上、そのまま郊外に出て行ってもらうこととした。これにより混合交通を回避できるとした。この環状道路が、名古屋環状2号線で、国道302号と、名に関、伊勢湾岸自動車道の一部によって構成されている。 国道302号は、各放射道路と平面街路で接続するが、高速道路である。名に関は、全線立体交差により信号待機による停止は、不要で、環状道路の機能を高い効率で発揮できる。都市部には3タイプの交通が混在する。さずは、市内相互間の短いトリップで地域の生活に密着した交通、中間図は、 青矢印が郊外と名古屋市を結ぶ長いトリップの交通、緑矢印が郊外と郊外を結ぶ通過交通。通過交通によって名古屋市内には無用な渋滞が生じる。渦は通過交通の都心部へのストレートな流入を避けて直接別の放射道路へ受け流すための環状道路。中間図を見ると主要な道路はむね名古屋市内を 貫通していること、及びそのことから、四日市市から、田島市や岡崎方面に向かう場合は、名古屋市内を通過せざるを得ないことがわかる。それによる混雑を避けるために、明2貫や伊勢湾岸自動車道が建設された。図は1987年時点だが、都市高速の路線番号は現時点の番号で掲載。名古屋環状2号線の分散導入。 非常時の迂回機能を示す図。名古屋高速3号大高線と5号万馬線で渋滞、または通行止めが発生した場合を想定。その際は、環状道路を使って別の名古屋高速路線に乗り入れて名古屋市内中心部を目指す。環状道路の機能は図に挙げた通過交通の迂回機能のみならず。 放射状の一つの道路で事故による不通が発生、あるいは渋滞である場合、明2館を利用することで、別の放射道路へ効率的に迂回する、分散導入機能や、非常時の迂回機能もある。一例では、四日市方面から、名古屋都市に乗り入れる際に、名古屋高速5号、万馬線が通行止めである場合、名古屋西 JCT から明2間を利用して、 キオス JCT あるいはクスノキ JCT を経由して別の名古屋高速路線で都心に乗り入れることが可能である。このように名園に関は一本の道路が渋滞、通行止めであれば別の道路に迂回させるという選択肢をドライバーに与えることで名古屋市内の旅行速度の低下、渋滞ポイントの多発、沿道環境の悪化というマイナス要因を排除する機能がある。 大都市圏に付設された環状道路には、東名、名神高速道路など、他の道路にはない、こうした都市圏の渋滞回避に関わる、迂回の特性が備わっている。名二関のジャンクション、インターチェンジ配置図。インターチェンジは、幹線放射道路と、名二関の交差部に配置され、国道302号を経由して、ランプウェイで乗り入れる方式である。 ランプウェイの形式は視線を除いておおむねダイヤモンド型となっている。また、半数近くのインターチェンジがハーフインターチェンジであり、おおむね1.5から2キロメートルごとに入り口、出口が交互に配置され、典型的な都市型道路となっている。一方、都市高速と高速自動車国道との接続は、ジャンクションによる直接接続で、 名古屋高速の放射路線とは4号東海線を除いてすべて接続する。明二間の料金収受はすべて入り口で行うため、オンランプ上に料金書を設置している。料金書の使用は基本的に2レーン2ゲ都市記で名古屋高速と同様である。以下の表において、1969年6月時点の専用部のインター計画図。 この事件の専用部は、現在の名に関、伊勢湾岸自動車道に見る、道路規格上の区別はなく、全線往復6車線の沿岸の高速道路として、計画されていた。図の路線名は、当時の名称。路線は、環状2号の丸と、都市高速の差の字を合わせた、丸差の形をしている。インターチェンジの構造は開通ごと比較すると、 飛島北 IC のダイヤモンド型は、計画初期では、専用部と名手国道の直結線が設けられている、等の相違がある。解説の便宜上、名古屋第二環状自動車道が、東名阪自動車道を称した2011年2月以前に、ついては、名古屋西 JCT、亀山インターチェンジ間における、東名阪自動車道との混同を回避するために、 環状道路としての東名阪自動車道を環状2号線用部と記述して解説する。また、名古屋環状2号線については環状2号と表記する。名二環は1960年代に構想された。これは当時、モータリゼーションの波が急激に都心に押し寄せていたことから、激増が予想される自動車の交通停滞を抑止するために、 名古屋市外周を取り巻く、環状道路として計画されたもので、まずは、福院25メートルの一般道路のみの設置とされ、1957年に最初の都市計画が決定された。これ以後、環状道路に関わる必要な調査、機能、道路規格等が検討され、1967年には、福院50から60メートルの自動車専用部を併設できる街路として、 都市計画が変更された。この時に計画された自動車専用部が、名2貫の素形である。当初の専用部は全線往復6車線、設計速度時速 80km で計画され、構造は、高架式、内視、森土式、溶壁式であった。また、これと前後して、環状道路の内側に都心と郊外を連絡する6。 方向の放射道路を建設の上、名古屋環状二2号線に連結する計画も合わせて構想された。なお、放射道路の形が東西1路線、南北2路線で構成されることから、これがカタカナのサの字に見えることに加え、環状道路の形状が丸であることから2つを合わせて丸差計画と呼ばれた。計画では、丸差のうち、 佐野字の部分を名古屋都市高速道路計画として建設することとされ、その運営については名古屋高速道路公社が担うものとされた。なお、1966年に国土開発重貫道建設法の改正により、国土開発幹線自動車道建設法が施行され、全国に7 6 0 0トルの高速道路網が計画された。この時、 近畿自動車道名古屋大阪線及び同伊勢線が予定路線に組み込まれたが、環状2号専用部の予定路線としての位置づけは、これを根拠としている。環状2号は、名古屋市外園を一周する延長約 66km の環状道路であるが、そこに併設される専用部も、また環状の自動車道として計画された。つまり、 1998年3月以降、伊勢湾岸自動車道として運営されている、名古屋南 JCT 飛島 IC 館は、元は、環状2号線用部として計画された路線であった。当初の計画に、変更の機運が芽生えたのは1969年頃で、名古屋港横断区間で、伊勢湾岸道路の重複が検討されたことに橋を、発する。この時は、 名古屋港を横断する橋梁をダブルデッキとして計画し、上地が伊勢湾岸道路、下地が環状2号専用部であった。よって二つの道路はあくまで別に落とされた。だが、建設コストが三千数百億円以上と莫大で、事業家の見通しが得られないことと、計画交通量が減少することが判明したことから、二つの道路は統合されることになり、 シングルデッキの往復六車線となった。この併設区間は、名古屋港横断区間のみならず、後に名4島 IC から、東海 IC の区間も含まれるに至り、名古屋南 JCT 飛島 IC 間が、専用部と伊勢湾岸道路の併設区間とされた。やがて、伊勢湾岸道路の必要性が叫ばれるようになると、まずは緊急性が高い近所不動と飛島間に、 かかる名港西大橋が一般有料道路として1979年12月に事業許可を受け1985年3月に開通した。これが環状2号線用部として最初の開通区間であった。東名阪道と名神高速の接続交通が環状2号線北部と国道22号経由で短絡することを示すず 西北部が未開通の場合、接続交通が名古屋市内に流入して渋滞を誘発する恐れがある。一方で、専用部陸上区間の計画具体化の動きは1978年頃であった。東名阪自動車道がカニエインターチェンジから名古屋西 IC に延伸しようとしていた矢先、名古屋西 IC で流出した交通が、 名神高速道路の一宮インターチェンジに向かう途中で名古屋市内を通過することによる交通麻痺の発生が心配されるに及び名古屋西 IC と一宮インターチェンジ間を短絡する環状2号がどうしても必要との判断が下された。だが沿線事情と予算不足から環状2号一般部の建設は早急には望めなかった。 そこで一般部の建設を後回しにして、専用部を国土開発幹線自動車道として、高段方式で早急に建設してもらおうとする案が出され、これにより専用部に充てる予算は一般部に回せることから、一般部の建設速度も早めることができると期待された。国はこの案を受け入れ、1978年12月の 国土開発幹線自動車道建設審議会による決定を経て、近畿自動車道名古屋亀山線として、名古屋 IC 名古屋西 JCT 間が基本計画路線に策定、さらに1982年3月には整備、計画路線に格上げされた。その8ヶ月後には、環状2号の都市計画が変更され、環境的配慮から、 様々な構造的検討を行ってきた事柄が、ここで都市計画として反映された。例えば、名古屋高速2号東山線の接続部が、上足路から高張へ変更されたこと、金出川と八田川横断区間が、橋梁式からトンネル式に変更されたこと、計画当初は、往復6車線の設計速度時速8 0トルの、 高速道路として計画された規格を往復4、車線に減時、設計速度を時速 60km に引き下げの上、庄内側から上谷城までの丘陵地帯では、掘割構造に変更したことなどが反映された。都市計画決定の後、施行命令が出され、陸上区間の専用部は1988年3月に共用を開始した。 陸上区間の開通当初はその路線名を東名阪自動車道と称し、季節の東名阪自動車道を東側に延伸する形で清須東 IC 名古屋西 JCT 間が先行開業した。しかし、同じ東名阪自動車道の名古屋西 JCT、亀山インターチェンジ間とは異なり、名古屋西 JCT、 亀山インターチェンジ間が長距離連絡路線の役割を持つのに対し、名古屋西 JCT 伊、e、藤の区間では、環状道路としての機能が要求された。そのため、名古屋西 JCT 伊、e、藤の区間では各インターチェンジで、幾多の放射道路と接続することから、インターチェンジ間隔も短くなり、加えて、都心ゆえ用地の制約もあって、入り口は上下別々とされた。 また、料金収受は、名古屋高速と同じく入り口徴収する、単純支払い方式、出口はフリーとなるなど先の、名古屋西 JCT 異性とは、制度が異なり、同じ、東名阪自動車道ながら別路線の様相となった。上記の通り、今回開通の意義は、国道22号を経由して、名神高速道路と、間接接続することで、 東面半島と名神間の相互交通を都心部に入れないことであるが、さらにこれとは別の効果も現れた。東名高速名古屋 IC で流出した交通が、三重県方面に向かう際、それまで、愛知県道60号名古屋長久手線などを経由して、名古屋都心部を横断していた流れが、名神の市の宮インターチェンジで流出して、国道22号、 環状二号専用部経由で東名半道へ流出する流れに変わったことである。すべての交通がこの流れに転換したわけではないにせよ、それでも名古屋市内の車の流れは大きく変化したとされる。これは視点を変えると、環状二号専用部回数以前の名古屋市内の交通事情がいかに悪かったかを示すもので、 果たして当時の市内道路は、慢性的な渋滞が日常茶飯事で、信号待機による停止とも、相まって、時速20キロほどでしか走行できないという、ひどっさであった。ただし、環状2号整備以前の名古屋都市圏にとって、救いであったのは、東名、名神高速道路が、名古屋市中心部を外れて、名古屋市の東側、春日市。 小牧市に大きく迂回していることであった。この形態は半ば環状道路的な機能を持っていて、透明と名神を連絡する交通を、名古屋都心部に流入させない効果とともに、透明、名神と名古屋市都心部を連絡する交通が、名古屋、カスガ小牧、市宮の各インターチェンジを経由する選択肢を持っていることから、 交通の一極集中を回避して分散化する効果もあった。これと対照的なのが首都圏で、東名、中央、東北、常磐の各高速道路は首都高速道路を通じてつながっているために、これらの高速道路間を行き来する交通は必ず都心を経由することから首都高速の慢性的な渋滞を引き起こしていた。 環状2号線用部の伊勢湾岸道路重複部は1991年8月に都市計画変更され、第2東名、第2名神の企画にサイズアップされた。この結果、当該区間の環状2号線用部は取り消され、都市計画道路名を伊勢湾岸道路と変更した。名に関が、馬蹄型の道路となっているのはこのためである。 陸上区間開通前年の1987年、伊勢湾岸道路は、第二東名、第二名神高速道路のルート候補に挙げられ、第二東海自動車道及び、近畿自動車道名古屋神戸線の予定路線となった。1989年2月には、基本計画路線に格上げされ、第二東名、第二名神の一部となった。この決定を受けて、 環状2号専用部の企画で計画された伊勢湾岸道路重複区間の名古屋南 JCT、飛島 IC 間は第2東名、第2名神の企画に揃える必要が生じた。このため、中前に都市計画変更されていた道区間を1991年8月に再度変更して道路企画を上げるに至った。これにより、 往復6車線は踏襲されたが、道路福員は26.75メートルから31メートルに、設計速度は時速80キロメートルないし時速60キロメートルから時速100キロメートルに引き上げられ、道路規格も第2種第1級から第1種第2級に変更された。そして都市計画道路の路線名称も高速名古屋環状二号線から、 伊勢湾岸道路に変更された。これをもって、当該区間は、都市計画上、環状2号線用部の位置づけから抹消され、豊田四日市間の都市計画道路、伊勢湾岸道路の一部となった。後の命に環が、馬蹄型となっているのは、こうした理由からである。従来、中央山大橋は、 環状2号線用部の企画で計画され、1985年開通の、名港西大橋上り線はこの企画を当てはめている。だが、名港中央大橋と名港東大橋は、事業許可を受けてから第二東名の企画に変更され、名港西大橋下り線も、同様に、企画アップして建設されている。並列する名港西大橋の北側橋梁が、 南側と比べて狭いのは、こうした経緯からである。一方で、陸上区間専用部は、清須東 IC より、東側の区間が順次延伸され、1993年12月には名、名古屋 IC 名古屋西 JCT の全線開通を、見た。なお、一部インターチェンジについては事情により解説が、遅れ。 1995年までに強用されている。1993年12月に、勝川 IC 等が開通して、東名高速名古屋 IC と連結した。これにより、東名、名神に代わる、名阪間の南寄りバイパスが完成し、2004年12月の、伊勢湾岸自動車道の東名、東名阪連結まで環状2号線用部が、 長距離交通を受け持つこととなった。今回の延伸によって、三重県沿道と東名高速が高速道路で初めて直結された。名古屋 IC における東名高速道路との連結は、単に名古屋都市圏の環状高速道路が延伸したという意味を超えて、東名高速と三重県が初めて高速道路で直結し、さらに東名。 名神のバイパスが完成したことでもあった。この結果、東名高速と東名阪自動車道を行き交う交通は、従来の愛知県道60号名古屋長久手線、あるいは国道23号と国道1号の乗り継ぎによる連絡から環状2号線用部に転換した。これにより東名阪自動車道の名古屋西 IC 以西の交通量が4倍に増え、逆に、東名。 名神の名古屋 IC 一宮インターチェンジ間の交通量が大幅に減少した。なお、東名名神の名阪間におけるバイパスルートの役割が環状2号専用部に付加されたことで、本来は名古屋都市圏における交通処理を使命とする当該道路は暫定的に長距離連絡路線としての役割を持つことになった。 このため、長距離交通の利用を想定した休憩施設が導入されることになり、内回り方向のみで、名古屋 IC 料金所広報に駐車スペース8台分を持つトイレが設置された。名古屋 IC、勝川 IC 間開通に伴う整備効果を示した図。上図は東名阪道沿線と、中央道沿線、数は東名阪道沿線と、 東名沿線の交通流動を開通前と開通後で比較したもの。ここで示した交通は名古屋市内に用がない通過交通である。通過交通が都心部に与える悪影響が環状2号専用部の名古屋 IC 連結によって緩和されている。図転居、高速道路と自動車、第38巻第11号、31から36ページ。 東名阪自動車道沿線と東名高速沿線間以上に多い利用パターンが東名阪自動車道沿線と中央自動車道沿線間の相互利用である。従来こうした交通は名古屋市内を走る重要幹線を通過することで慢性的な渋滞を引き起こしていた。それも今回開通により環状二号線用部で勝川 IC 国道19号 春日ガインターチェンジ経由、あるいは名古屋 IC 経由で、中央道に連絡するルートに変わったことで、市内一般道路の渋滞緩和に寄与し、環状道路の使命の一つ、通過交通の排除が如実に現れた。なお、今回の名古屋 IC 連結によって、三重県と東名高速を結ぶ交通が、環状二号専用部に転換したことによる、副次的効果として、 国道23号名4国道の慢性的な渋滞が幾分緩和された。名刺国道は非交通量が10万台に及ぶと、同時に大型車の混入率も45%と非常に高く、中部圏の経済を支える物流動脈としての役割を担っている。だが、これによって国使された道路は痛みが激しく、路面が変形。 陥没するなどの劣化が目に見えて現れることになった。抜本的補修のための通行止めは経済に与える影響が大きいことから、これまでは部分補修で対応したが、もはやそれではまかないきれないレベルまで劣化が進行したことで、環状2号専用部の透明直結の機械を捉えて、愉快戦いを含む大規模リフレッシュ工事が断行されている。 名古屋南 JCT、高張 JCT 間開通に伴う整備効果を示した図。図は、北半島道路沿線と名古屋市内、岐阜方面の交通流動を開通前と開通後で比較したもの。明に関延新前の名古屋高速3号、大高線は慢性的な渋滞に悩まされていたが、環状2号線用部の 名古屋南 JCT 連結により3号、大高線に殺到していた交通は、明に間に転換した。ここでは、環状道路の分散導入と通過交通排除の2つの機能が有効に発揮されている。図転居高速道路と自動車、第55巻第6号、43から46ページ、ところで、 整備計画路線の全線開通を見た1993年時点では、上谷城以南の区間については、事業主体及び建設計画も含めて、全く未定であった。その前年の1992年には、名古屋市長が、上谷城、大高間の日本道路公団による建設を国に陳情しており、動きは見られた。 これは1996年12月開催の第30回国関心で基本計画路線となった。基本計画路線と認定されるにはその前に予定路線として認定される必要があるが、これは期決定の近畿自動車道名古屋大阪線を予定路線と位置づけることで対応した。1998年12月の 第31回国間審では整備計画路線に格上げとなり、高張 JCT までが2003年3月に、名古屋南 JCT までが2011年3月に開通した。この時、名古屋南 JCT で伊勢湾岸自動車道と接続する際に名称が東名阪自動車道のままだと、豊田、静岡方面から伊勢、 京都方面に向かう車が誤って侵入する恐れがあるため名称を名古屋第二環状自動車道に変更した。そして今回開通による効果も環状道路の迂回機能を存分に発揮することになった。それも2004年12月に東名と東名阪を連結した伊勢湾岸自動車道と名古屋南 JCT で連絡することにより名二関の。 こうした効果はより効率的に発揮された。その結果は、名古屋高速3号、大高線、東名高速道路トヨタ JCT 名古屋、IC 間の渋滞緩和となって現れ、具体例として、北半島道路沿道と名古屋都心部、岐阜方面を結ぶ交通は、名古屋高速経由から名に関係由に転換することで、都市高速の渋滞緩和に寄与し、 環状道路の高い効率性が改めて立証されている。明二館として最後の建設区間となる名古屋西 JCT 飛島 JCT 館は予定路線としての根拠を近畿自動車道伊勢線として求め1999年12月開催の国間新で基本計画路線に2009年4月開催の国間新で整備計画路線に格上げされた。 基本計画決定から整備計画決定まで、おおむね10年を要したのは、日本道路公団の民営化や政権交代が影響しているが、整備計画決定後もさらに足踏みした。これは、2009年に盛り込まれた予算が、民主党の高速道路無料化実験の検証のために、凍結されたもので、2011年12月に2012年度政府予算案が、 再度計上されるまで、さらに2年の足踏みを要する結果となった。こうして、当該区間の事業許可が降りたのは2012年4月で、それから9年を要して、2021年5月1日に開通した。高張 JCT までが開通した頃の画像。当時は、東名阪自動車道を称した。透明高速、名に関。 名古屋高速の各横断構成。三路線とも高架構造で比較している。路肩に十分な福音がない名に間は都市高速の規格に近いことがわかる。構造規格は第2種第1級である。高架構造の場合、両端高欄も含めた福音は19.65メートルである。往復4車線を基本とし 車線幅員は3.5メートル、路肩幅員は1.25メートル、中央分離帯も1.25メートルである。また、最小曲線半径は400メートル、設計速度実速60キロメートルとなっている。路線は大まかに西半分が高架、東半分が半地下と高架の複合構造であるが、高架と半地下の移行区間、及び半地下部も横断構成は、 効果と、おおむね同様である。同じ高速自動車国道の透明高速道路の横断構成とは著しく異なっており、特に、路肩福音は2.5メートル未満であることから、故障車及び非常時の駐車スペースとして、非常駐車帯を極力500メートルピッチで設けている。なお、名古屋高速道路の場合、構造規格、第2種、第2級、往復4車線で、 福音十九メートル、車線福音3二五メートル、路肩福音は左側一点二五メートル、右側零点七五メートル、設計速度時速六十キロメートルとなっており、名二間の横断構成と似通っている。日本道路横断地震、専用部が都市内高速道路の規格、構造となっていることを公表しているだけあって、両道路はインターチェンジ構造も含めて、 共通点が多い。これは日本道路公団にとって全く新しい自動車道の設計であった。専用部は1960年代には最初の都市計画が決定され、1982年11月には都市計画変更が行われて、ほぼ現状のスタイルとなったが、これらは1970年代に建設省や自治体によって選挙、 一般道路との連結方法、平面交差点の位置、半地下と高架の場所などが調整されていたことを都市計画として反映したものであった。日本道路公団が建設省から引き継ぎを受けたのはこの直後のことで、つまり大部分の用地買収がなされた上に国道302号と完全に重複する線形条件等により設計の自由度は極端に制限され、 高段の裁量で計画できる余地は極めて限られていた。一例として設計段階で橋梁高さを下げることが検討されたが、高段単独で事業を行う場合と異なって環境影響評価及び都市計画道路として13メートルという条件が課されていたことから断念した一幕もあった。また、都市高速とおおむね同規格の高速道路を 手掛けるのも、公団としては、初めてのことで、職員一同、これらのことを全く新しい事業展開として、冷静に受け止めた。明二館と、並行する国道302号の全幅は、概ね50メートルから60メートルである。ただし、春日市勝川町から、名古屋市西区に至る区間は、東海交通事業場北線と、 並行することで約72メートルと広めである。国道中央に、明に間を配置する構成とされ、国道両脇は植樹体と、歩道地先道が設けられている。明に間での出口予告標識は、都市間高速道路で用いられる仕様で設置されている。しかし、都市間高速道路仕様の出口予告標識は左右の、どちらに、 出口があるか矢印が明記されておらず、一方で、左右の両側の出口が混在する名古屋高速から、乗り入れるドライバーが、名二館に入って戸惑う事例が見られた。そのため、総務省の行政苦情処理委員会からネクスコ、中日本名古屋支社に案内標識に、出口の矢印を示す要改善を促した。名二館の上や IC から、小幡 IC 付近までは、 折割構造が連続する。このうち4箇所で河川をトンネル構造にてアンダークロスするが、八田川をくぐる森山トンネルの高校北側には清水ゲートを設けている。これはトンネルが予期せぬ災害や構造物の劣化によって破損した場合、河川の水が高速道路に流入して、市街地に流出する恐れがあることから、 河川管理者の要望によって設置したものである。河川管理者は、金出川を横断する、名東トンネルにも設置を要望したが、こちらは、掘割部の降欄を重ね上げすることで、水の流出を食い止めるとの合意のもとに協議完了となった。清水ゲートは、一般的に、地下鉄などの施設に、地上の水が流入しないことを目的とするものが多く、その逆である。 地下施設から溢れ出る水を抑止するためのものは少ない。よって、設置にあたっては、関門トンネルと大阪市交通局の2例を参考に、実態調査の上設計、施行された。当該生水ゲートは、様々な観点から、小公式が採用されている。本線、支線とも、サービスエリアや、パーキングエリアは設置されていない。ただし、 支線の名古屋 IC 料金所広報にトイレのみの休憩施設が設置されている。なお、1987年頃にアーバンフリーウェイオアシスなるサービスエリアの設置が名鉄瀬戸線との交差部付近に構想されていた。名鉄瀬戸線を高架化してその上で大規模商業施設を建設し、その地下におおむね400台程度の 高速道路専用駐車場を設置、商業施設と駐車場を自由に行き来できるというものであった。この構想はバブル経済が招いた地下高騰により道路用地取得にあたっての用地保証費が急騰したことを受けて対象道路の上下空間利用が施行されたことに橋を発する。つまりは建築物を整備するにあたっては 道路空間も担保することで一体的な市街地形成を目指そうという内容であった。しかし、制度活用が検討されている段階で、明に館の用地はすでに確保されていたことから、制度適用の必要に乏しく、サービスエリアの設置は日の目を見ることはなかった。庄内川橋の単元路ゼバ橋。道路の中央に弦を一本のみかけて、 橋桁とともに橋を支える。日本では8番目の採用例である。ナシトンネルの数自動車道機を須東、名古屋西間工事市、日本道路公団名古屋建設局名古屋工事事務所、17ページ、本線24時間交通量道路交通センサスより一部データを、抜粋して作成。四線24時間交通量道路交通センサスより一部データを、 抜粋して作成ハイウェイラジオ所管警察2021年5月1日以降、全線で大都市近郊区間の料金水準である。利用距離に応じた、大距離制であるが、上限料金、下限料金が設定されている。ETC 車の場合、距離に応じた、料金設定となる。ETC 車の場合は、入口からの最大距離の設定となるが、これは出口に。 料金書がないために、各入り口からの最も高い料金設定となるためである。例えば、ナルミ IC から、アリマツ IC まで利用する場合、外回りにおける、ナルミ IC からの最大距離の料金である、名古屋南 JCT までの料金380円を支払う。反対に、アリマツ IC から、ナルミ IC まで利用する場合、内回りにおける、 有松 IC からの最大距離の料金である、飛島 JCT までの料金1100円を支払う。なお、高張 JCT、名古屋 IC、本郷インターチェンジでは、走行方向によらず、各入口 IC から利用できる最大料金を支払う。ETC 割引深夜割引及び平日、朝夕割引が適用される。 これらの時間帯割引の時間判定は、入り口料金所及び出口の ETC、フリーフローアンテナの通過時刻で行う。また、休日割引については、中京圏のネクス c の高速道路において、唯一対象外となる。通過自治体。本線支線左上より、起点の名古屋南 JCT に近く、右下に向かうほどに、 終点の名古屋西 JCT に近い画像となっている。ウィキメディアコモンズには、名古屋第二環状自動車道に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。